皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然工房パンクリエイター高橋貴子です。本日は、小麦の粉の部分のお話で、ふすまという部分についてお伝えしたいと思います。ふすまはですね、外皮の部分ですね、英語で言うとブランって言うんですけれども、こちらの方がですね、食物繊維とか鉄分とかマグネシウムが入っている、ミネラルがねたっぷりの部分になります。で、最近で言うと主に、ふすまパンとかいう言葉ももちろんあるんですが、低糖質のパン作りの時にですね、このふすまっていうものをよく活用して使っていくケースが多いです。もともとミックス粉になってる、例えばオーツブランミックスとかですね、トリゴイ製粉さんの粉なんですけども、そういうような形で最初から低糖質を目的として作られているようなパンの粉のベースになってたりとかもしますので、ミネラルとかありつつ、炭水化物的なそういう糖質が少ないという、そういう部分にもなりますので、低糖質のパン作りには欠かせない材料になります。